ギボ先生2ギボ先生からの皆さん、はいはい、ギボレール企画ね、大人気でございますけども、首里駅来ちゃいました、那覇空港行くからね、思えば遠くへ来たもんだという感じですけども、まあ、首里駅、まあ実はこの那覇空港からね、首里駅まで、いろいろねやってきましたけど、ザ・首里の曲が流れてます。この駅はまさに、まあ、それ以外もねちなんだ曲あったんですけど、まあ、この曲はまあ首里の駅だろうなっていう曲が流れてますんで、知ってる方もいると思いますけど、レポ聞きたいと思います。首里駅今日は行ってみます。ここから首里城行けますんでね、まっすぐ行ったら、次ね、現在地で今こうまっすぐ行ったら、このね、これ首里城、首里城があります。首里城、首里城、これ首里城、これ首里城で、この、県立大学、これ僕の芸大の母校ですね、首里城に登る途中に大学もありますので、よかったら見てみてください。いいですよ、首里は楽しいですよ。じゃ今日も乗ります。まさにね、城壁と首里の、お城とね、当時の首里王朝の様子が描かれた壁画、いいですね。首里歴史ありますよ。首里はね、本当にね、こういいですよ。なんかこう、まあ、昔ながらのねお店も多いですし、まあ、かといってね新しいお店なんかも結構あったりして、いいです。もう前回のね義母駅の時にも紹介しましたけど、山城まんじゅうも紹介しましたけど、義母まんじゅうとかね、お菓子屋さんもありますし、首里流泉というね染め物屋さんなんかもあります。もちろん首里城もあります。最近はね、なんか首里石鹸というね、なんかその、なんていうんですか、この、女性のね、こう人気の、美容石鹸なんかもねあったりして、なんかこう首里とねつくと、こうなんかこうそれだけでなんかねいい感じしますよね。カットでお願いします。これきました、乗ります。聞きました。赤たすんぐんちくがりるさにて、首里駅、まさにこの曲ぴったりですね。赤た、首里伝来と書いて、赤たすんぐんち、沖縄では昔からある、まあ、わらべ歌同様沖縄の歌使われておりました。まさに首里駅にぴったりでございます。まあ、とりあえずですね、この首里駅が、そのね一番こう、まあ、なんていうのかな、観光の方も多いと思いますけど、最近伸びたんです。次石峰駅と、そしてまた京塚駅、浦添市にも入っていきます。もうちょっとだけギボレール続きますので、駅名のレポ、ギボレール来週も楽しみに。